呂布カルマステージアウェイ。UMB2019 The Choice is Yours Vol.3 決勝戦は呂布カルマ VS ファンクです。青ファンク君、赤を呂布君でいきます。いきます。下を通します。ファンク君、先攻後攻どちらでいきましょう？先攻で。それでは立ち位置このままでいきたいと思います。決勝戦は DJ ブースすべて埋まります。ここからヤードビートがまた参戦します。4曲のうち1曲を選んでいただきます。まずは先行ファンクにビートを選んでいただきます。本田さん、お願いしてよろしいでしょうか？まずは DJ コンダビーツ。ナイス DJ。 続いて DJ PMX。 045別横浜。ナイス。続いてヤードビート。ナイスリリース。最後 DJ レッドブラッド。どれでいきましょう？ヤードビート。小説を選んでいただきます。8小節4本、16小節2本。8音。いきましょう。皆さん、今年も無事に UMB をスタートできそうです。UMB 2019 The Choice is Yours Vol.3 クラブチッタ決勝戦です。先行ファンク、後攻呂布カルマ、ビートはヤードビート。8小節4本、シャー。Ready! Fight! 必要なのは攻めの芯、全員だからあえてレゲのリン、リムの上にてめえのイン、自分の手に来てるんだぜ。やっぱ先行取って挑戦していかねえと。ところであんた王の中の王らしいけど、王者は王われるものにも迫るってことを俺がこの場で教えてやるよ。キングの首は俺が刈り取りば。乗るべくしてビートに乗る、倒すべき相手を倒す。王の中の王と言ったからには負けるわけにはいかねえ。脳は脳、俺の脳の中から出たした言葉がマイクに乗っかる。ファンク、お前は俺のファンクラブにでも入りなよ。あんたはキング、例えばベンツ、それが王の中の王だとしたら俺はオンボロのトーラックで駆け抜けてやるや。つまりすんげえ勢いでやべえ盛り上がる。スティル一味や、俺のスキルのこの切れ味は誰よりも抜群ってことはわかるだろ。ベンサーみたいにはつくの抜群よ。ここまで上がってきてまだ冗談みてえなことしか言えねえ。そんなやつが勝ち上がったところで来年30分のライブ期待できねえ。俺なら間違いない。王冠をかぶるだけじゃねえ、踏みつけてさらにその上に上がるためのキング。称号の使い方はこういうこと。こんなところまで上がってきて冗談みてえなやついんのか？一人でもいんのか？俺以外、俺見たことない冗談みてえなやつ決勝戦でこんなこと言えるやついんのか？勝ちねえのか一方が。王は ED でした。びっくりしました。びっくり箱、俺もっともっとびっくりだろう。そりゃこんなんじゃ立たねえわ。この後女の子よろしくな。お前以外いねえんじゃねえ、ここにはいらねえからだよ。しょうがねえ、色もんが間違えたがってきて俺の前ででかい口を叩いたって結局転がるだけだよ。一回戦で負けとけよかったのによ。おいおい、焦ってもうてますやん。この不感症すまんの。お前のライブ誰も聞いてないぞ今。俺に今耳傾けてるぞ。ヤバいラッパーの言葉はみんな聞きたくなる。お前みたいにうさんくさい説教マガのやつは聞きたくなくなる。オウム真理教ですか？信じようとしないで。ボケとしてだってお前の心に染み渡るのは俺の声の方。こいつ喉枯れてるし早口に味噌ば立てなきゃ聞こえやしねえよ。そんなんじゃ伝わんねえ。音源でもバトルでもライブでも一緒。半端な MC はここで消えてなくなる。伊藤を渡してやるよおめえに。終了。
さあ決めたいと思います。決勝戦です。皆さんよろしくお願いします。いきます。まずは先攻ファンク、続いて後攻両カルマ、もう一回だけ聞きます。よろしくお願いします。まずは先攻ファンク、続いて後攻両カルマ、延長にしましょう。さあそれでは立ち位置変わりまして、先攻の呂布カルマにビートを選んでいただきたいと思います。まずは DJ ホンダ。続いて DJ PMX。続いてヤードビート。最後です DJ レッドブラック。どれでいきましょう。 DJ PMX エリアエリア。小説を選んでいただきます。8小節4本16小節2本8小節4本でいきましょう。皆さん準備はよろしいでしょうか。決勝戦延長戦です。立ち位置変わりまして、先攻呂布カルマ、後攻ファンク、ビートは DJ PMX。 8小節4本ショット、レディーファイト。エリアからエリア、メニアなるメディアの腐り方、ヒップホップが消費されてこのざまだ。こいつがここまで上がってきたのはそのせいだ。さっきやべえ落ちかけたけど首の皮一枚繋がったら、過去の俺だったら骨一本はもう立たれてるとか言いそうなところだが、今回はどうだ。045はエリアからエリア、焼き鳥屋のネギマからネギマ、たまにその後頼むの砂肝も、お前より俺ラップがうまいぞ。タイトにはめて綺麗に踏んでグルーヴ生んで楽しくなって、お前は表情常に知り出す、俺ならエミネムまるで知り出す。マジか、このお笑い芸人みたいな分かりやすいハメ方で踏むのがスキルって言うなら磨くのやめた。俺は持ってるものだけで勝負するだけだ。音にうまくはめたのはどっちか、簡単に見れば分かるはずだ。腹パン、この一発で決めるからよく聞いとけおめえら。その辺の素人みたいにこうやって喋るようにお前はフローするのか、ラッパーなのにお前は言い踏まないのか、それを言ってる時もこっちを見ないのか、大丈夫か。お前さっき出てくる時もちょっと遅れて出てきたけど、ヒーロー気取りかよ。いつかのアンチヒーローも今じゃヒーロー、アイムゴッズチャイルド鬼塚ちヒーロー。まあそうだよ、俺はヒーローだよ、いつも黄色い声浴びてここに立つんだよ。当たり前だろ、俺は王者だよ、いつまでお前は日陰やってんだよ。このモンドもうやり飽きた、俺はヒーロー次に行くべきだ。メディアで汚れたヒップホップを次に上げるためにはこの冠が必要だ。黄色い声なんていらねえ、ぶっかけるぜ黄色いションベン。お前はお家でシコシコ一生しとけ、ワン王の中の王か知らんけど何度でも言ってやるぜ。大物は追われるものに混ざるってこと、なんで俺の手見たのか分からねえ、未来を掴むの誰かよ。3本あと1本知らねえか、お前の脳みそに一撃でヒット。俺はシコシコもうするが、女の子も喜ばすために爪は短く切ってる、こいつ両手の爪伸びまくってる、女の子に嫌われるぞ。それじゃあ口ひげも国にするとき嫌がれるから、なるべく剃った方がいいぜ汚ねえおっさん。これで勝ってモテて女の子抱けるといいな、せいぜい頑張りなよ僕ゴシロウさん。お笑いをディスっといてこの決勝の舞台で議題が爪の長さ、嘘でしょ嘘でしょ。確かに負けてる爪の長さ、お前はうざいうぜろバカが、夢のなさが馬鹿今見えてる、俺は優勝すでに見えてる。終了。決めます、よろしくお願いします。まずは先攻呂布カルマ、続いて後攻ファンク。まずはファンク決めます。レディージャッジ。
優勝はファンク。呂布カルマにも大きな大きな拍手。お疲れ様です。改めまして UMB 2019 THE CHOICE IS EWARDS VOL.3 優勝者はファンク。